手足の感覚がなくて腰も痛くて、そして明日はきっと起き上がれないだろうなっていう疲労ですね。もばめ撮ってる人は知ってると思うんですけど、ちょっと待ってね。もばめ撮ってる人は知ってると思うんですけど、ずっとロケをしていて、ちょっともうちょっともう辛い、ただ楽しかったです、めちゃくちゃ。私さ、左側の顔嫌いって言ったよね。嫌いなんですよ、こっちの顔。こっちがいい。ツイッターに載せないで。こっち側の顔嫌だから。公園の切り抜きとかであるんですよ。嫌なの。お団子かわいい。赤ちゃんマンヘアです。ガイムはもう何もできませんという意思表示。ねえ、最近コメントラグい。なぜ？なぜ？なぜ？日曜日久々にリカちゃんに会えるの楽しみ。あ、今週だっけ。じゃもう疲れすぎてな、もう分かんない、何もかも、何もかもが。みんなに見えてる私可愛いですか？ちゃんと死んでる。めちゃくちゃもうね、登山、比喩とかじゃなくて登山登山したの。だからうん、終わった、なんか全てが。かわいい？かわいい？かわいい？
寒かったでしょ。でも早朝4時起きぐらいで、山に登ったんですけど、とにかくね寒くない、もう汗かいて暑いぐらい、運動量が。だからもともと痛めてた膝がぶっ壊れましてちょっともうしばらく歩けないちょっとしばらくもう歩けないみたいです。ロケ自体はね、楽しかったよ。楽しかったけど、過酷っちゃ過酷でしたね。もう私なんて言うんだっけ、あれ、なんて言うんだっけ、忘れちゃったお疲れ様です。こんな可愛い忘れちゃったあるんだめでてえ脳みそだな。いつもみたいな感じで喋ろうって思って、いつもみたいな感じで喋ってたら、この子の発言はアイドルじゃないですって言われたすみません、オンエアで楽しんでください。髪型カチカチカチでしょ、カチカチにしてくれたの皆さん、バレンタイン終わりましたね今年もカレーにスルーしました。向井理香です。まあでも公演やったしね。
もう何もできなかった、疲れすぎて。2日目もすみません、疲れすぎてもう超大変だったから。配信もできなくてすみません。ロケ週間です。明日も明後日もし明後日もロケ。なんで？辛い。明日一日 LINE 見ないんだ私。もう仕事したくないから、明日もう一日まあロケなんですけど、ロケの時はもう LINE 見ない、 LINE も見ないし何にもしない、ロケ以外しない、もうそういう日にする。もう電話も全部無視する、だからかけてこないでください。全員かけてくるな、私に用があるやつはもう今週以降にしてください。今週はめちゃくちゃ忙しくてもうキャパオーバーなんで、もうじゃあ言うけどスケジュールを詰めるな。LINE 返してほしいならスケジュール詰めるな。これに尽きるよね。私はいっぱいいっぱいなんだ。それに加えてこれしろあれしろってやつだって何ができるって無理だ。ぷいって感じ。やばいやばい、めんどくさい、もう全員ブロックしようかな。仕事関係のやつら全員ブロックしてやろうかな。とか言って返してあげてる私偉。まあね、優しくしてくださった方には返そうと思います。
優しい表情よね。肌もげそう、寒くてここだけ冷たい、めっちゃ触って触ってみて、ここめっちゃ冷たい。めっちゃ冷たい、ここあとここ、このこっから上、ここもめっちゃ冷たい。恐れ多くてできない、なんで恐れ多くないよ、めっちゃ冷たい。これに寒いの今日。あらそうあらそうとか言って、ねえねえ、ちょっと待っててくださる、ちょっと待っててくださる、あの音だけ聞こえるようにして、これ見えないよね、見えてるこれ。見えてない？そう、なんかさ、ずっとさ、今日ねカイロ貼ってたの、そのそしたらなんかね初見でした、ありがとう。え、カイロ貼ってたんだよ。そしたらさ、なんかカイロ貼っ、うん、寒い時は寒いんだけど、でも動いてるから暑いのよ。で、どうしたらいいか分かんなくてもはや。それでなんかあの3つカイロ貼ってたんだけどね、その1個のところがね、めっちゃ低温やけどみたい、真っ赤っかになっちゃってちょっと今ねなんかあの背中なんだけど、そう、低温やけどっぽくなってるんだよ。これどうやったら治るんだろう、もう傷だらけなんだけど私の体、どうしてくれるの、お嫁に行けないわこんな体ではお嫁に行けないわ大変だとか言ってね、え、大変だよね。大丈夫なん？うん、なんかね、大丈夫。大丈夫、じゃあ大丈夫なんだけど。あれ？え？ああ、これだ。はいはい。それは安心してください。なんで？なんで？それは安心してくれ。なんで？もらってくれるの？嫁に。傷だらけだけどいい？今。喉がめっちゃガスガスになってきたわ。
もらうに決まってますよ。ああ決まってた、もう決まってたんだ。そっかそっか。もう決まってたらしいわ。わかんないけど。こんばんは。ちょっと待ってね。ちょっと待って。寒すぎやろマジで。寒すぎやん。いたパキッつった。いっ、立てないマジ。一個の動作をするのにすぐもう6秒ぐらいかかる。いや待って、ちょっとダメだ。はい、大丈夫ですよ。家の中に滝掘ってきたわ。おかえり、ただいま。のカラコンでかいやつ、でかくない？いつもと一緒だよ。疲れて目がしょぼしょぼしてるからそう見えるんじゃない？わかんないけど。髪型かわいい。リボンついてるの。怖い。こっちも。ねえ鼻冷たい。こうやったら温められるか。こっちいいでしょ。おリボンかわいいですね。ありがとう。もう疲れた。本当に疲れた。
世界で一番疲れてる自信あるわ。本当にお疲れ様、笑い笑い事じゃないんだけど、何様なの、帰ってさよなら。めっちゃ聞いてるだけでも好き。今はもうね、もう一個一個が全部イライラするから、もうやめて。かなりハードスケジュール。そうなの。なんかね、あの夢でね、夢でね、そのロケの夢を見るぐらいやばかった。めっちゃやばかった。明日桜フラペ、あ、明日から？モバイルオーダーだけじゃない、多分明日から。え、でも明日もロケなんだよね。一旦帰ってこれたけど、今日から、え、モバイルオーダーだけじゃなくて本日、本日か。明日行けるかな。時間があれば行けるけど。うるさい。黙れ。見るな。でこんな配信見てんだよ、暇人かよ。こんばんは。情緒。見せてくれ、黙れ、帰れ。美味しいものたくさん食べて、うん、ありがとね、優しい。暇人ですって帰ってこないで、うざい。暇人ですって帰ってこないで、うざいから、そういう人嫌い。あ、いっぱい来た。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。四方八方に当たり散らかす。疲れすぎて。うるさい、もう嫌嫌気だから今。全部嫌なの、もう全員嫌い。全部嫌なの。毎日お疲れ様、頑張ってて偉いよ。ゆうなたそだけだね、私の味方は。こんばんは。NGT48 聞いてるよ、新曲。あ、そう。今週のおしゃべり会、何着る予定ですか？ちょっとまだわかんないです。その時の気分にならないと。あれ？今週のやつってどっち？新潟っけ？東京？
東京か。どうしようかな。どうしよ。どうしよ。東京だよ。東京か。ニカさんこんばんは。こんばんは。葵さん久しぶりじゃん。とか言うけど見てたのかな。見てたけどコメントしてなかった感じかな。葵さん来るよね、お風呂にって言ってた気がする。あれ、私の勘違いかな。葵さん来るって言ってた気がする。すごく暑くなるらしいの、気をつけて。何が？え、お話し会？絶対嘘じゃん。何のトラップ？嘘つかないで。嘘つく人嫌い。早く CD を買えますね。はい、 CD ね、買ってください。予定かぶっていけない。なるほど。オピメのアバター出た。どれ見せてみて、理解。オフラインの日の天気、最高気温15度だった。え、舐め腐ってない？だってまだ2月だよ。富山とか雪真っ盛りじゃないの。15度、暑いね。さすがに暖かくなるんだね。あー鼻冷たい。ちょっともうこうやってやろう。新潟も今朝は雪が積もってましたね。何着たらいいか迷うね。うん、でもまあなんとなくは決まってるけど。なんとなく。待って、お腹痛いから。大丈夫。大丈夫って言ってるじゃん。心配しないで。大丈夫って言ってるよね、私。大丈夫だよね。了解。みんな本当に優しいね。みんな本当に優しいんだよね、私にね。ありがとうね。どんな情緒にもついに優しい。今日みたいな髪型にしてほしい時なんてお願いしたらいい？最初巻いてニュアンスつけてからツインお団子にしてください。
これでいいです。高めの位置でお願いします。お団子にする前はロープ編みがいいです。分かった？分かった？今日もとっても可愛い。卒業式の日、美容師さんにリカちゃんの写真見せる。え、嬉しい。ありがとう。でも今日の髪の毛はね、人によって変わるかも。リカはね、リカの大好きなメイクさんにやってもらったから、 AKB のね、あの選抜に行った時にお世話になってた、もともとおしゃれのメイクさんで、すっごいヘアアレンジが上手な人なんだから、人によるかも。ほんとね、お団子一つ、ツインテール一つでも高さとかニュアンスとか巻きの感じとかってマジで人によるの。だから好みの合う、その似合う髪の毛を知ってるメイクさんって本当にその運がいい時じゃないとついてもらえないから、私は 3,4 人いるんだけど、いつもやってくれる人、決まってる人が。で、一応太田プロの人は私にメイクさん誰がいいって聞いてくれて、で、この人かこの人かこの人かこの人がいいですって何人か候補出してやってもらうんだけど、でもね、顔が小さいけど大丈夫で、でかいでしょ。もうやめて、なんでそうやってさ、リカのコンプレックスをさ言ってくんの。人前に出たくなくなるんだよね。昨日の三つ編みもめっちゃ可愛かった。そう、それも一緒のメイクさん、可愛いよね、上手なの。しかもめっちゃ嬉しくて、なんかその人にやってもらえるのが。そう、何人かいる。でも部屋目するときは部屋目が得意な、うん、あのね、人によってなんかその頭の形とか顔の雰囲気とかで、同じポニーテールでも似合う高さが違うんですよ。もうこれは男の子には絶対分かんないと思うんだけど、でもね、ゴールデンポイントって言って、ここにあるんだけど、つむじのちょっと上とかこの辺をゴールデンポイントって言うんですけど、そこがめっちゃ綺麗に見えるポニテの位置なんだけど、それって人によって変わるし、なんかそれをなんかちゃんと把握して私の好きな巻き方してくれる人がよくて、だから巻き下ろししてもらった時に分かるよね。ああ、この人好きな感じだなとか、うわこの人無理だなとか、この人ちょっとあれだなとか、すぐ分かる。私は言わないけどね、なんかそのもしちょっとんってなっても、ありがとうございますって言って楽屋で直す私の方がうまいなって
でそれはでも他の人にはその人が合うかもしれないし、なんかそう、私は私のこと一番よく分かってるから、私が一番可愛く見えるその何髪の毛を自分でできるから、もうそうそう相性、そう相性ですね。直します、バレない程度に。だってじゃないと一番可愛いリカ姫見れないんだよ、みんなは。そうじゃない？別にいいよ、ボッサボサのまま出てあげてもいいんだけど、全然やっぱり可愛い、ちょっとでもねみんなに可愛く見てもらいたいっていう気持ちですよね、うん、だって合わない人は合わないし、いくらこうしてくださいって言っても意思が伝わらなければもう自分でやるしかないじゃん。だけどその人のことは傷つけないようにはするよ、一応やってもらってるからね。でももう二度と会わない人の方が多いしね。メイクさんなんてたくさんいるから、私が個人仕事で呼ぶのはもう本当会う人だけだし、でもやっぱり趣味が合う、可愛いなって思うポイントが同じ人じゃないとやっぱりね。でも人それぞれ価値観がありますから、うん、だからでもいつも可愛くしてくださるのでありがたいなって思ってます。普通だったらね、こう、まあ、厳密に言えばお金払ってるのかもしれないけど、でも そこに出るために可愛くしてもらえるって当たり前のことじゃないので、その髪型やばい、可愛い、食べれそう。赤ちゃんマンヘアだよ、赤ちゃんマンヘア。もうちょっと上だとウータンヘアになるんです。この違い分かりますか？分かりませんよね。大丈夫です、分からなくて。可愛く美しいリカ姫をさらに可愛く美しく、へへ、優しい。リカ、やっぱりリカ姫に優しい人が好きだな。カラコン使ってるよ。今日のはね、なんだっけ、でもいつもと一緒、あのアスカキララさんのプロデュースしてる、なんだっけ、またド忘れした。カタカナ覚えられない、なんだっけなんだっけ、みんな誰か教えてあげて。あ、そう、フルーリーの、フルーリーの一番茶色、茶色の、茶色のやつ。いつもと一緒です。でもフルーリーは猫と、愛され子猫だっけ、と褒められパンダと、なんとかウサギと使ってる、結構使ってる、何個か持ってて、それローテーションしてますね。それとハッパクリスティンの
あのウォジョンのやつやってる。うん、だいたいなんか生写真撮影とかそういうなんか長く形に残るグッズ撮影とかはハイパークエクティン使ってます。ご参考までに。顔が冷たい。ハーバークリスティン。ここ折れそうなの。見えないね。見えないね。久しぶりにお顔見なして可愛いのは変わらんですな。みんなだけだよ、私に可愛いって言ってくれるの。マチパしてる。してないってば。毎朝頑張ってあげてんだよ、これ。してないよ。でも、ガチで教えたくないんだけど、ガチで教えたくないんだけど、仕方ないから教えてあげるとすれば、エレガンスの、マスカラ下地とマスカラをセットで使うとちゃくちゃ持ちがいい。だってこれ朝にあげて今これだからもうその後何もしてない。しかも長さもめっちゃ出るし、すごくない？本当に教えたくないんだけど、エレガンスのマスカラ下地とマスカラ使ってます。うん、だって朝4時起きだよ。4時起きで5時にメイクしてこれしかも運動走ったり歩いたり登ったり下がったりしてこれ、すごくない？うん、もう二度と言わない。聞かれても忘れたっていう。もう二度と言わない。ゼクしたけどもうやめたい。自まつげ抜けるよ。一生しなきゃいけなくなる。だから私嫌なの。そう聞いて友達にまつエクの なんて言ったらいいの、そうやってる人がいるの。まつエクつけれる人、それが仕事の人がいて、それその人に聞いたらって言ってた。マジ抜けるよ、自まつげ。それで短くなって、だから私は自まつげで勝負する、一生。しかも自まつげを育てることにした。
なんかさ、やってる私が言うのもなんだけどさ、絶対自分次育てた方がいいよって言ってたから。ちなみにこれちょっと似てる。マツパはメイクの時短にはいい。マツパした後目元は、そうそう、そうなんだよね。あとすっぴんが不自然とも言ってた。やめな。骨格何？骨格ドウェーブ。骨格ドウェーブです。ドウェーブ。じゃあ何それ、いつも地まつげ育てた方がいいのになって思いながらやってるってこと。もうそうだよって言ってた。パーソナルカラー何？イエベハル。名誉のために伏せますけど、まつげなくなる、そうね、なくなるよね。超抜けるし、ブチブチちぎれるし、持ちもあれだから、すぐまたいかん、だから一生やんなきゃいけなくなるから。今綺麗なまつげあるんだったら、そうにしなって。骨格もパーソナルカラーも全部一緒で嬉しい。でもあなたと私は全然違う人間よ。そんななるのね。それは大変そうだ。マツパ一生やらなきゃいけなくなるのわかるね。一回行くとエンドレス、うん、まあ髪の毛とかと一緒だよね。染めたら染め続けなきゃいけないとか、爪とかもジェルネイルもさ、一回やるとずっとやらないとさ、もう爪が終わっていくじゃん。でネイル行かなきゃ、私そろ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 やばい、うん、狂気、マジ狂気ですよこれ。こんだけ伸びて、こんだけ伸びてる、めっちゃ伸びてない？もうでもね、行く暇ないんだよ本当に。ずっと仕事で、マジでね仕事詰めなの。牛乳瓶の蓋開けやすい、開けにくいのよ。カンカンのさ、この上んとことかもさ、こう指の腹で頑張って開けないと爪折れるから。毎日頑張っててラッチーよ。そうやって言ってくださるとね、ありがたいんですけど。
トゥドゥト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 ゥ、なんかいっぱい来た。怖い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 。髪の毛洗うとき不便じゃない？髪の毛洗うときもそうだね、痛い髪の毛洗うときも痛い。ドゥンドゥ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 ンドゥルドゥルドゥルドゥン、ピュー遅めの正月来た。可愛さは我慢なのか。でもさ、鼻が冷たすぎる。みんなってさ、結局お話し会、おほらいお話し会来る？ほらいお話し会コルチョ、ちょっと手あげてみて。コルチョ、はーいってやってみて。今度。来るの？来るの？あ、ほうなの？じゃあ、あ、はいはい。なるほどね。理科に会ったらまず第一声なんていうか決めてるの？ヤッホーって来て、理科にまず初めに会ったら言う第一声決めてるの？はい。おー、決めてんのか。やばい、決めてない。あんたはなんとかなったの？決めてるよ。一発目はか、めっちゃ勝ちいい。現実、あ、あっと、決めててもその通りにいかない。でも、決めてる人がいたとしても、私はその言葉を言わせない、絶対に。そう、私の理想は、可愛くてあまりにも可愛くて言いたいこと全部閉じちゃったっていう言わせるのが目標。でも大体みんなこうなる、私の策略通り。策略だったか。かわいいねって言って、それでもみんな言うことなく手のひらの上そんなんいつもですよ飛ぶ、主導権握られる、楽しい、あれ何も言えてない何度会っても可愛いね今日さ、そのメイクさんがさ、こうやってさ鏡見せてくれてさ、大丈夫って一応確認してくれるんだけど、こうやって見て、はい、可愛いですって言ったら、なんかカメラマンさんとかにみんなに笑われてたはい、可愛いとか言ってみんなに笑われてた、恥ずかしかった可愛いのにねみんなに笑われてた。自分でさ、こう言い聞かせないとさ、
え、その効果あると思うんですよ。みんなもやった方がいいよ。なんかそのちょっと自信がない時とか、なんか今日は可愛い子いっぱい来るなっていう集まりの時とかに鏡見てちゃんと大丈夫可愛いって言うと言わないとではやっぱり自分の自信とは自分を輝かせる糧になるので、やっぱ人を輝かせるものって一番何かといえば自信だと思うんですよ。だって自信なくおどおどしてても人に魅力って感じないじゃないですか。堂々と私可愛いでしょってやってる子に可愛いなって思うわけじゃないですか。だからやっぱ自分で可愛いって自分のこと思ってないと元も子もないっていう。アイドルってそれができるかできないかがめちゃくちゃ重要。これができない人がオーディションで落ちると思ってる私は。それぐらい自信って重要。私のこと見て可愛いって思ってってちゃんと思ってないとやっぱりその人の魅力って 100% 引き出せない。緊張しておどおどしてはっってやってる人とさ、なんか堂々と胸張ってこうやって歩いてる人だったらどっちに仕事任せたいと思います？やっぱり人気商売なのでアイドルとは、やっぱその自信があるかないかでやっぱ運命の差ですよね。輝けるか輝けないかは、いやもう私はこれもうアイドルやってきて8年やってきて答え、これが答えだと思う私の中で。人を輝かせるものとは自信だと思う本当に。だから自分のこと好きで可愛いって思ってちゃんと自分をプロデュースできる子じゃないともう上には上がれない。私は可愛い、私はそう、私は可愛い、私はアイドルってちゃんと自分で言い聞かせてないとやっぱり自信を失ったらもう足元から崩れ落ちていくからね。うん、それでやっぱり自信のない人はあの自分を自分に自信をつけるスパイスをちゃんと自分にあげることですよね。やっぱり例えば髪飾り可愛いの1個買ってこれに似合う髪型をしようとか、そしたらちょっと自信1個つくじゃん。なんか今日似合う髪型してるから大丈夫、可愛い髪型だから大丈夫とかさ、なんかやっぱそのスパイスを自分で見つけられるかどうか。うん、不思議な考えですね。自分のこと大事にしょうしょう。ためになる、いい話だ。可愛くいたいですもんね、アイドルなら。私は誰かにブスって言われても自分だけは自信を持ってないとやっぱり人前に出れるクオリティにはなれないので、だってじゃないとメイクしようとか思わないじゃん。可愛くメイクしようとか今日も可愛い大丈夫って思ってないとできない。男性もそうですよ。男性だってなんかおどおどしてる人に魅力は感じないですからね。
私にとってそのスパイスがリーキャンディー、お洋服かわいい、おちびょう、ほんとにいい子だね、ゆかちゃんは。ゆかちゃんって本当にかわいいんだよ、マジで。もう手紙で書いてくることも、やることなすこと、存在自体がめちゃくちゃかわいい。ゆかちゃんの方がアイドルに向いてる。かわいいの。いつもだからどっちがアイドルかわかんないぐらい、私がお話し会つながった瞬間に、かわいいね今日も。今日もかわいいんだねって言って押しちゃいそう。うん、かわいいですよ。嬉しい、泣いてしまう。泣かないで、可愛いの。もう言うことやることなすことすべて可愛い。もうなんかいつもリカちゃんとお話できて本当に嬉しいよ。なんかなんだろうね、子猫。よしよしよしってやりたい感じの可愛さ。推しがファンを押す時代が来た。可愛いんだもんだって本当に。センスいいし、いつもシール送ってくれて、私の携帯に入ってるシール作ってくれてるんですよ。可愛い、あのクラディクラディとかリーキャンディのシールをめっちゃ作ってくれて、可愛いんですよ。今日もすごい可愛い。私が素直なところが魅力的ですね。ねえねえ、なんかさ、変な、発音もいっぱい来てるけど。誰？名乗ってから出て行って。姫のルームに勝手に来ることは許されません。ビクトルさん、初見です。
ビクトルさん、タケノココさん、ののさんが初訪問、あとねアップルシードのファンレベルが10に上がってて、ミランさんが初訪問、大塚アット散歩ガール、ミキちゃんさんが2度目の訪問、 MMMMM さんが初訪問、ボンジリさんが初訪問、からし明太子さんが初訪問、カツオキクタさんが初訪問、お茶漬けさんが初訪問、米子さんが初訪問、みんな挨拶していって。そんな全部言う。西さんが初訪問、こんばんは。ハマちゃんさんが200回目の訪問、おめでとうございます。絶対に潜らせないという意思、 AI がこれが炙り出しってやつか。ツンツンアット魔法戦士のファンレベルが6に上がりました。このいつも人は通報すると、検証アット2割のファンレベルが17に上がりました。かっこ11ヶ月連続11回目、すごいね、なんかゾロ目だよ。柳田さんが初訪問、ツイッターできてないんだけど近々アカウント作るね、うんありがとう、待ってるね。強そう。こんばんは、まこくまさんいらっしゃいませ。全部読んだろ。リカちゃんの NGTI が素敵です。そう、H かっこヒデさんが初訪問、わらわらわら、初期感を感じる。嘘、初期こんな擦れた声してない。こんばんは、初心者か。え、待って待って、わかんない、これ全部読んだらいいのかな。きのっちさんのファンレベルが5に上がりました。ありがとうございます。こんばんは、昨日バレンタイン誕生日おめでとうございます。全部白日のもとに晒し出す。そらさんが2度目の訪問、ありがとうございます。楽しそうね、楽しいね。キラリンか、キラリンって誰？他の女の子の名前言っちゃダメなんだよ。ソララさんが2度目の訪問で、あゆ太郎さんが700回目の訪問です、ありがとう。アーニャさん、何ですか？パオロ・レイブラン・カルゲ・ナラさん、マシロさんのファンレベルが10に上がりました。かっこ8ヶ月連続10回目ありがとうございます。コメントじゃなくても追ってくれる、全部読みますよ。いい発案。クジタンさんが2度目の訪問、ありがとうございます。こんばんは、星集めさんが初訪問、ありがとうございます。星集めって名前すごいな。シュウさんが初訪問、ズカッチさんのファンレベルが5に上がりました。こんばんは、ふみくん、ふみくん、これなんて言うんですか、M? M?
チーキラキラアットモナ PT モデル深沢智子かなのファンレベルが8に上がりました。ありがとうございます。ミュウミュウセナのファンレベルが5に上がりました。夏木さんが初訪問こんばんは。にゃんおしゃるのファンレベルが9に上がりました。こんばんは。しょうさん誰推しメン読めない。なんとか山りな。そらさんが2度目の訪問。今日も勝ちねー。みなとっちさんが初訪問ありがとうございます。トゥーコさんが2度目の訪問ありがとうございます。これさ、初訪問してる人たちさ全員さなんか出てくんだけど、 m.rufr.d さんが初訪問。ローチェさんのファンレベルが10に上がりました。11ヶ月連続11回目。水の音さんこんばんは。ルーさんが初訪問。初訪問めっちゃ、うん、全部出る。カネッチアットリランチュのファンレベルが9に上がりました。みちこおむかいさんが2度目の訪問ありがとうございます。らっしゃせこんばんは。初訪問の人、うん、コメントと一緒に流れてくるよ。これ読むのおもろいね。イベントしてるから星集めが、うわうまら星だけ集めて帰れると思ったら大間違いだからな。はまくりはくははく幕張さんが初もうカタカナ読めないんだ。読む側と、え、こう本人と、そう私には見える。ピコのファンレベルが5に上がりました。直樹さんが初訪問。おいてめえら星だけ集めて帰れると思ったら大間違いだからな。挨拶してけ。ここまでの、いや越後屋さんが2度目の訪問。食い逃げと一緒ですからね、星だけ集めて帰るやつは。私の声を聞いて無事に帰れると思ったら大間違いだよ。食い逃げは良くないですよね。せめて挨拶星集めますねとかさ言ってくれないと。やっぱりひえ初めて読まれて嬉しい。かわいい。このルームで初訪問名前をけいちゃんのファンレベルが15に上がりました。かっこ5ヶ月連続9回目。かずやアットピメのファンレベルが6に上がりました。ちのすけアット2割のファンレベルが11に上がりました。8ヶ月ぶり2回目。もうさんが初訪問。せいかさんが初訪問。姫星いただきます。渋谷の団長さんありがとうございます。こんばんは。星集めまして。空舞う鳥さん、ありがとうございます。挨拶していくみん、かわいい。挨拶ちゃんとしていくみんがかわいい。こんばんは。うつぼさん。さっちゃん、ちょうちょ、ハート、イート、ジャパン。
サラドさんが2度目の訪問ありがとうございます。お疲れ様です。暴れ馬アットカモメといいもの手私さんありがとうございます。今度ゆっくりしていきます。ありがとうございます。アキラさんが2度目の訪問。堀本アット2割のファンレベルが31強に上がりました。8ヶ月連続10回目堀本さん強。チョコレートで眠れないんですけどどうすればいいですか。寝なきゃいいんじゃない。面構えがちげーってやつじゃん。格が違う。やっぱ堀本さんってすごいんだな。おののファンレベルが9に上がりました。おのたかし、ロイヤルアスコットさんが初訪問。こんばんは。かわゆすフルネーム界隈何人かいるからね。え、しかも小野隆史1位じゃん。フルネーム小野隆史1位にいるじゃん。すげえ。どうしたの急に。小野隆史最近可愛いんだよね。バラ フルネーム界隈ってよく考えたら恐ろしい。どうしたのレイレイ。もしかしてフルネームで呼ばれたいのかな。フルネームで呼ばれたいのかな。あ読まれた嬉しい。読んだよ。ぬぬぬぬん。何その顔。かわいい。キングマーバーさん。初訪問。で、キュン。待ってみつるん浮気。それはキュンって日向坂の曲だよね。待ってみつるん浮気。帯目かわいいです。ありがとう。タカトさんが初訪問。ピエンタカトピエンさんじゃんこれ。こんばんは。こんばんは。月光さん、玉坊さん、ファイズさん、えい。何？フーガさんが初訪問。誰？マキコアットおかえりちゃんずリボンさんが2度目の訪問。いやすいません、純粋に存じ上げませなさん、ませなんだキュン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 。どうしてじゃん。 I just fall in love with you to a at2割のファンレベルが19に上がりました。かっこ4ヶ月連続9回目。カッスイニ2ダッシュプラスさんが2度目の訪問。ありがとうございます。監視力もすごいんだね。さすがプロ。攻撃とめちゃ初訪問来るだ。兄さんが初訪問。こんばんは。マウンテンニアさんが初訪問。かなりスキーさん、こんばんは。柴田のカズピーアットベアーズさん、こんばんは。響きのファンレベルが7に上がりました。高弘かっこチェキを逃す者かっこ閉じさんが2度目の訪問。配信中ってこんなに。え、そうだよ、いつもこれぐらい来るよ。動体視力すごすぎ。そんなことない。 TikTok バリの重労働である。ものすごい数の初訪問。バジさんが初訪問。
ケンさんが2度目の訪問。おい、潜ってんじゃねえぞてめえら全員出てこい。マグロ叩きしてやんよ。セイラ正義さんが初訪問。みんなリカちゃんの声に惚れますように。そうだね。こんばんは。ん、勉強会ですか。な何を見てちょっと待って、何を見てな、え、何を見て勉強会だと思われたんですかね勉強会って何全員かかってこい、かかってこいわ。何の？お疲れ様です、マキさん。初訪問今日まで取っとけばよかった。なんで？確かに。マナー講座かも。M アリフ R D。あ、さっき読んだ人だ。初見です。よく挨拶してくれました。あなたは偉い、ありがとう。2があと2割のファンレベルが20に上がり強くね。4ヶ月連続9回目、ようこそ。六助さんが初訪問、イワシさんが初訪問、浜野たけちゃんさんが2度目の訪問。挨拶できる人はいい人だね。確かに、もういいだろうって思ってんだろうね。どうせいっぱい見てるから自分の米なんて呼ばれないだろう、そう思ってんだろうね。読むのにらっしゃせ。来るもの拒まず去るもの消し去るだよ。去るもの抹消だよ。読まれなくても見てるよ。この七さんが2度目の訪問、初コメント書いている。シュウスケさん、いらっしゃい。何度か来てん、初コメごめんなさい。ごめんなさい。いいでしょう。許してあげましょう。いい子だね。挨拶できて偉いね。チッチさんのファンレベルが12に上がりました。かっこ11ヶ月連続11回目。ゆらのさんが初訪問。挨拶大事。そう。人間において一番大事なのは挨拶。マラビさんが初訪問。デイビッド・イン・ユーバー・スウェイさんが2度目の訪問。カサギさんが2度目の訪問。はい、こんばんは。シュウスケさんがフォローしました。ありがとう。あーたーのファンレベルが10に上がりました。ありがとう。チョロスキさんのファンレベルが18に上がりました。かっこ11ヶ月連続11回目。チャタロウさんのファンレベルが21にあるんですよ。11ヶ月連続11回目、こんばんは。テッチさんがフォローしました。ユウキさんが初訪問。コナッツミルクさんが初訪問。ミヤさんが初訪問。はーい、こんばんは。ルル、虹、風船さんが初訪問。はい、こんばんは。セイバーさん。やばい。ちょっと中二っぽい名前だな。これでセイバーと読むのか。かっこいいような、ダサいようなだな。ナーさんが2度目の訪問。タメさんかな。テイムさんかな。こんばんは。単純に私たちが見てるコメントより倍くらいありそう。そうだよ、いつもそれを見てるんだよ。葵のファンレベルが7に上がりました。あ、葵さんありがとう。時々潜ってるぜですが、挨拶だけでもちゃんとかましていこうと思った。そうしてくださる。あーたーさん、これ何、あのデヴィ夫人のやつ、あーたねーのやつ、あなた痩せすぎようのやつ。殺害かましてけ。
おぴめ、すごいですね。まなさんが2度目の訪問。落ち着いたかな。ほさんが初訪問。あいさんが初訪問。ベロクロンさん、こんばんは。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。挨拶できるの偉いね。元気さんがフォローしました。ありがとうございます。ガッキーさんが2度目の訪問。あ、これ読みたくない。さんが初訪問、元気さんが初訪問、ソウさんが初訪問、こんばんは。はい、ポッターさんかな。オロミツのファンレベルが11に上がりました。3ヶ月連続4回目。課長さんさん、パンダさんが2度目の訪問。タンタカさんがフォローしました。ありがとうございます。マシロンロンのファンレベルが11に上がりました。かっこ4ヶ月連続9回目。アオさんが初訪問。八百屋さんみたいだな。え、八百屋さん？え、八百屋さん？理解が追いついてない。いや、八百屋さん？ロンロン界隈。そうだよ、マシロンロンとマカロンロンなんだよ。知ってた？チームロンロン。センブリルチャあと2割のファンレベルが9に上がりました。こんばんは。お寒いですね。焼き鳥さんいらっしゃい。遊びに来て。やばい、プドールさん来た。応援感謝 IITO ゆかさんが2度目の訪問。おびめ、今日ありがとう。ゴーちゃんのファンレベルが20に上がりました。かっこ11ヶ月連続11回目。かっこ閉じ。かわちまろ！おちょり、あっと、ももぐみさん。ゴーちゃんのファンレベルが20に上がりました。かっこ11ヶ月連続11回目。横の竹、あっと2割のファンレベルが6に上がりました。癒されに来ました。癒されることは何もないかもしれない。リオナさんが初訪問。なんかさ、こんなに読んでるのにさ、挨拶していかないよね、やつらは。22のファンレベルが5に上がりました。すみません、アリフ RD は私。あ、そうなの。ちいかまさんが初訪問。ゆっくり笑った。ちょっと疲れたわ。マッコイさん、こんばんは。疲れ申した。リカちゃん可愛いから。いや、本当？はじめまして、よろしくお願いします。はい、はじめまして、こんばんは。リカちゃんは乙女ですか？いや、おーおーおー、リカちゃん乙女だよ。コメント読んでもらえてる。いや、私はコメント読むんですよ、ちゃんとしてくれたらね。モグリンが多くて、本当に私が一人で喋ってればいいと思ってる人が多すぎる。コメントサボるなって言ってんの。
こんばんは。ソロリンコさん。いつか劇場でバク転披露したい？いや、リガちゃんめちゃめちゃコメ読んでるよ。ありがとうね。うん、モグラ叩きの系ですよ。時折見せる寂しげな表待って、私寂しげな表情してた。コメントするのほぼ初なのに読んでもらえる？読みますよ。声ガスガスやん。高い声出ないよね、マイク通したらね。高音いけますね。いけてないのよ、裏声なのよ。そうだよ、さっきのミリクリ。凍りついた心には太陽をしか聞いてない最近。そして僕に君にとってそのん僕にとって君がそのポジションを君が僕にとってそのポジションをかな。そんなだいぶ傲慢な思い込み。ごめんね。やってやって。伝えたい伝わらない。この不条理が今きつ。器用な僕のリカ様、お声元気悪い。マジ？目の下のキラキラ3コンセプトアイズ、これでしょ？3コンセプトアイズです。アイスイッチキラキラチアチアだね。チアのチアチアでしょ。言葉はまるで雪の結晶を君にプレゼントしたくても中になればなるほどに
すごい初訪問来るんだけど今日。なぜ？どっかから流れてきたの？え、バレンタインキスさ、私の声しか聞こえなくなかった？まあ私ちょっと最後の手段で決めちゃう。バレンタインデーキス、リボンをかけてシャラナラ、素敵にキスシャラナラ、ドゥ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 お久しぶりでございます。うわ、女といただろ貴様、私を放っておいて。ヒゲダンってほんと全部わかる。誰もみんな素敵なロマンスしちゃうの。赤ちゃんの歌声大好き。え、これでも好きですか？未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意ににじんでくる、夢が叶うとその思いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい。私いつもこれぐらいです。最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた。もうちょっと高いかな。めっちゃ聞こえるよね私の声。どう？新しいシングルとかはさ、思い出だけじゃ生きていけないがめっちゃ私の声なんだけど。じゃない？めっちゃ聞こえるの。むしろうるさい。すいません。必ず聞き分け。ここリカ歌ってるなってわかるよね。あとこれめっちゃ私だなっていうのは反省。そうだ、ソーダ水のその青さがめっちゃここ私じゃない？すごいなんか、うわ中井理香だって思う。止めすぎて情けない、この世の中に真実はあるの、なぜなぜ君が僕に。誰といたって、でも、何の曲だ？
ぱ人数多かったらそれほどね、わかんないけど、サビとか絶対私の声聞こえないもんね。届けたい気持ちはあるんですけどね、すごく。CD の声と似てる。本人本人本人です。サビはさすがに聞こえない。めっちゃ歌ってるんだよ。でも渡り鳥たちに空は見えない、今風に逆らい進もうとしている。口から CD を、え、嘘、そんなことない。え、これ聞き比べてみて、じゃあCD、 え、今流せる？渡り鳥の最初のところ流せる？みんな流せる？おのおので流してほしいんだけど、おのれで。思い出だけじゃ生きていけない。似てる？私の声に似てる？思い出だけじゃ生きていけない。もうちょっと高い？生きていけない。そう、高い成分は多分はるかのが入ってるんだろうな、こう二人で歌ってるから。飛び出した街と憧れた街。なんだっけ、行ったり来たりしてるのは。飛び出した街と憧れた街、窓の景色は変わらない。流れる、え、窓の景色は変わらない。あ、やばい。なんとかかんとか変わった。大人になるっていうことは何かになれることですか？刺激はやがてなくなって当たり前のように春が来る。渡り鳥聞くと、私さ、ワンピースのさ、あれ弾けるんだよね。大丈夫さ、前に進もう、太陽をいつも胸に。ななななななな、なんだっけこれ。なんだったら CD より上手。みんな優しい、ありがとう。心の地図はね、全部エレクトーンでフル弾ける。足も一緒に。ラシシシシドラソファ、ラドレファ、ファミファソラシラソーかな。フラットシャープが2個ぐらいついてた気がするけど、全部弾ける。
だって発表会でやったもん。ドーナドーナラドレミレラドシシラファファラシドドドシラソファソラシシシラソソラファ忘れちゃった。ちょっと忘れちゃいました。もう10年以上前なんで。10年以上前です。はい。ちゃんと音符で覚えるタイプ、経験者って感じ。時の流れ。なんだっけ、あれやってたんだよな、私。あれバーナムじゃなくて、あーバーナムじゃなくて、あーなんかね、ピアノの基礎を固めるバーナムと、もう一個あったんだよね。バイエルかな。あ、そうバイエルかも。2つあって、で私は楽譜が読めなくて、記憶で全部指の動きと音で覚えてたから、先生にめっちゃ怒られてた。すぐアンプしないで楽譜読みなさいって。だってアンプしちゃうんだもん、勝手に。読むより早いじゃん、そっちの方が。だっていや絶対音階は持ってない、私。ちなみに単音しか分かんない。あのドミソとかまあ分かるけど、あの単純な単純な和音は分かるけど、あの黒鍵が入るともう分からなくなるし、あの当てれるのはほぼ単音だけ。ドレミファソラシドは当てれるけど、聞いて大体ミーとかファーとかドーとか分かるけど、でも全然、本当に絶対音感持ってる人はこうやって喋ってるのも全部音符で分かる。どのフラット、ドのシャープとか、うん、それができるのがつぐみとれいちゃん、すごくない？あいつら天才なのにそれ言わないんだよ。もっと言った方がいいよって言ってるんだけど。そう、あ、それできんのよあいつらは。つぐちゃんとかダンスの先生が喋ってる、えり先生ね、えり先生が喋ってる、みんなやるよーのよの音が何とか全部わかんない、言わないのよ。もうすごいことなんだから言った方がいいよって言ってるけど、そうなの、でも当たり前すぎてみたいな。うん、あいつら。そう。レイニャもそう。レイニャだから歌ってたらハモれるし、ハモリの音も全部わかるから、すごいよね。もっと言った方がいいよって。
私はね分かんない、単音しか分かんないし、人の喋ってる言葉なんて言葉で理解するからもう音にはならない。うん、レイニャもだよ。レイニャとツグはずっとそうだと思う。でそれすごいからもっと言った方がいいよって言ってんのに言わないから。マジで天才なんだよねあの人たち。謙虚なの変にね、私だったらひけらかすけどね。人が喋ってる音ドレミファソラシドで全部言うけどね。え、それほどすごいことだって多分本人たちが気づいてない。羨ましいけどね、それできたらね。言わないんですよ彼女たちは、なぜだか。ね、言わないんですよライちゃん。パッとハモれるのはすごい、すごい、マジですごい、天才だと思う、マジ。レイちゃん多才だよね、ダンスもできるし歌も歌えるしスケボーもできるしおもろいし、スペック高すぎ。うん、ツグもすごい。リカちゃんも十分多彩なよ。どこが？いやそれな、なんか全部なんか引い出たものがない。マジで引い出たものがない、本当に全部なんか平均70点以上取れますみたいな。ぐらいしかできない。え、そんなに褒めても何も出んよ。青春高校の進行スムーズでした。あ、ありがとうございます。え、それがすごい。でもリカ姫は泳げないし足遅いし、ひ弱だし、病弱だし、逆上がりできないし、水飲めないよ。あと虫食べれないし、
貧弱、貧弱。あとは、あとは別に何でもできるけど絵もそれなりに描けるし、だ私はダンスとピアノを習ってて、プラス絵も好きだ、描くの好きだったから、全部できるのなんだろうって考えたら幼稚園の先生だった。子供も好きだし、だから幼稚園の先生目指したの。もちろん第一志望はアイドルだったよ。だけど言えないじゃん、恥ずかしくて。だから全部自分の好きなこと全部できるのなんだろう、それ幼稚園の先生だ。だってピアノできる、ダンスもね、園児に教えたりするじゃん。と絵もなんか描けなきゃいけないし、そうで母上にちょっと私何になったらいいですかねって、あのアイドルってまさか言えないから相談したら、でもリカが好きなものはこれとこれとこれとこれでしょって、だったら全部できるの幼稚園の先生じゃないって言われた。確かにってなってそれにしたマジで人に流されて生きてる子供の世話見るのも好きだし、親戚がねいっぱいいたから、ちっちゃい子もたくさんいたんだけど、全部できるのはそれだよって言われて、確かに確かにって思って、それにするわってそれに したんですよね結局。でもマジで人に流されて生きてるから人にな、マジで人に流されて生きてるから私意外と確かにって思ったらもうそっちにまっしぐらになっちゃって、でも結局楽しかったから高校まで続けられたんだと思うんですけど、全部やばいよマジで。私だって幼稚園の時のそのなんか卒園アルバムみたいなやつあるんですけど、それに一番なりたい職業が1位アイドル1位アイドル、2位ギャル、3位なんだっけケーキ屋さんで、理由がケーキいっぱい食べれそうだからみたいな超適当な。ギャルギャルになりたいって言ってた、ずっと。今保育学生です、来週から実習。おお頑張って。結局ね子供の顔見たら全部吹き飛ぶから、実習辛くてもなんか先生とかにいじめられてももうね子供の顔見たら全部ね飛んでくから、マジで。アリップでスプロールさんの小学校の友達、ファイジさんの中学校
はい、どうもありがとうございますね。近場総出でみんな来てくれて頑張って、子供か、子供かわいいよ。もうでもね、ロケンでね、猫がいたの、ちょっと可愛くて、にゃにゃいるのってご飯食べてて、カリカリ、他の人が来たらクッてなって、クッてなってたのに、私がそーって座って見てたら、あのカリカリ食べてた、可愛かった猫、おいしいって。え、なんか猫っていきなり立ったり大きい声出したりわーってする人が嫌いらしくて、なんかそのびっくりするから、そのおとなしいというか温厚な人を好むらしくて、しかもやっぱり男性よりも女性の高い声だったり、その猫のに似てる感じのが好きなんだって。で、なんかあのそうだから柔らかい人、極力脅かしちゃダメだし、なんかおいでとか言っちゃダメだしみたいな。なんか猫って人のこと大きい猫だと思ってるから、そう思ってんだって猫側って、人のこと大きい猫だと思ってるから、同じように猫みたいに寄り添ってあげるとついてくるらしいですよ。リカちゃんほぼ猫だもんね。え、髪型じゃないそれ今の髪型じゃない？大きい猫だと思われてます、えって思ってるらしいよ猫側って。落ち込んでいる時には近寄ってきたりしますね。そう、おとなしい人が好かれるって言ってた、この間猫カフェ行ったら猫カフェ行ったの、めっちゃ可愛かった。猫カフェ、うん、でもなんかその猫ちゃんってなんかブリーダーの人が飼ってて、でいつかは飼い主さんのところに行っちゃう猫ちゃんだから、私は自分用に写真はいっぱい撮ったけど、私みたいなね、なんか公式のアカウントがなんか載せちゃったら嫌かなと思って載せてないです。もらう人がさ嫌かなって。でも普通じゃない？だってね、人んちの子供勝手に写真撮ってあげないでしょ可愛いからってだから載せればしないんですけど、猫カフェには行きました。
自分が迎え入れたのにってなっちゃうでしょ。そう、私でもそうなるなって思ったからやめた。フォロワーがねいなかったら別にいいかもしれないけど、私のアカウントそれなりにいるので寺の猫可愛かったでしょ、ふわり愛のやつでしょ、可愛かったよね、可愛くなかった。お寺の猫、あの猫ちゃんたちはなんかお寺にもう住み着いちゃってる猫ちゃんたちで、なんかもらい手がいたらもらってくださいみたいな感じなんだろうけど、でももうほぼなんかその生態系としてそこにいるから、あんまりこうなんだろう、刺激しないように皆さんに楽しんでもらってますみたいな感じで、で撮影も OK ですかって聞いたら大丈夫ですよって言ってくださって、前私たちの前にもなんか取材とかいっぱい来てたんだって。だから特別にね撮らせていただいたんですけど、でも私はねもうずっとこうやって見てただけたら分かったと思うけど、私一生こうやって可愛いねねーってそういう時間でいいよね。中井さん猫派、猫派だよ、猫派です、めちゃくちゃ猫派だけど、ワンちゃんも可愛いなって思うよ、ワンちゃんも可愛いなと思う。でも私が飼うならでっかいワンちゃんがいい、もう乗れるぐらいの。うちの猫今お休み中。いいね、猫を眺めてる、リカちゃんを眺めてた、え、変態ってこと？大きい、もうそれ乗るやんでもだから私多分お馬さん、お馬さんお馬さん飼った方がいい。でも乗馬楽しかったんだよね、沖縄でやったやつめっちゃ楽しかったから、覚えてる、キトキュンかなかなんかで行った、え、乗馬楽しかった、めっちゃ。ポニーでもリカちゃん体重耐えられるかな、大間さんいいと思います。乗馬やりたいな、乗馬、乗馬を趣味にしたい、優雅な、優雅になれそうじゃない万代とか駅南のドンキに馬で向かうリカちゃん馬飼いたいな。もうそれ自ら王子様探しに行くお姫さん、その方が性に合ってる感じはする。私はね待ってらんねえっつってあーもう待ってらんねえ、投げんだよなあいつっつってどこにいるんですか私の王子様って言って、その方が性に合ってんだよな。やっぱドレスにスニーカーかドレスにスニーカーではこれ
かちゃん家で猫飼ってないのよ。ないのないの。だって私猫あれだから。なってったって猫あれだから。鼻水ズビズビしてたんだよ。そんな猫カフェでも、なんか、かいでって。途中から坊ちゃんになり始めて。そろそろやばいなと思って退却した。馬になりますコメント溢れるかと思ったらそうでもなかった。確かに馬になりたくはないらしい。みんなひどいね。猫寺とかも大変。めっちゃもう車で一生鼻かんでたし、毛とか撫でた時に毛とかついてるともう一生くしゃみ出るから悲しいけどね。ちゃんと消毒しなきゃいけないの。別に嫌なわけじゃないんだよって思いながら。そう、好きなのにめっちゃ辛いです。なんかやっぱ世界二大なりたくないアレルギーじゃない、猫アレって。猫アレと甲殻類アレルギーには絶対なりたくない。だってエビとカニ食べられなくなるんだよ。私死ぬわ。もう死ぬ。エビとカニが食べられないのって死にません？私ほんと死ぬんですけど。だって肉食べられないのに、食べられないと食べれるんですけど、そんなに好きじゃなくて好んでは食べないんですよ。もう絶対そのアレルギーになったらもう死んじゃうかもしれない。人生半分そうじゃ、半分どころの詐欺ではないんじゃない、多分。甲殻アレルギーになってもそれ死ぬんじゃない、多分。リカちゃんの髪型真似したいのに不器用すぎて一生できないんだけど。どれ真似したいの？やってもないな、美容師さんとかに。カ
粉は大丈夫。花粉もね、あのね、地味に地味に花粉症ですよ。え、鼻いつもズビズビ言ってるよね、私。春になってくると最近だからやばいよ。今日とかも山行ったから、もう山でめっちゃ目真っ赤っかになってた。うん、薬は飲んだけどね。さ、マスクしてさ、半分ぐらい登ってて、マスクの下マジ鼻水なのかよだれなのかわかんない、ちょっともうほんと汚いことになっててなんかもうわかんない、もうなんかわかんないけど、すごいもう湿気がすごいってなってて、うん、鼻水垂らしながら登ってましたね。ドゥ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 、え、みんなまたリップサボってるでしょ。ねえ、みんなまたリップサボってるでしょ。でもね、DM はたくさん来てて嬉しかったです。え、頼んだじゃないですか、皆さんに。DM たくさん送ってくださいねって。そしたら、なんかみんなからリップ来てて、リップちゃん DM 来てて、リカちゃん頑張ってるかなみたいな。ロケ大変だと思うけど、頑張ってねみたいな。私の DM 見てくれ、うん、見たと思う、久しぶり、うん、見たと思う、みんなの DM 見たもん、私それを見て頑張ってたんですよ、私は。それでなんか本当に心が折れそうだったんですけど、頑張れました。三つ編み大好き人間なんで、かわいいね。ね、あのパールさ、編み込んであったじゃん。めっちゃかわいくない？ワクワクしちゃう、あれでロケできたと思ったら。あんなかわいいさ、三つ編みでさ、でも風で前髪吹き飛んでたけどね。まあ後ろかわいいからいいやと思ってて。めっちゃ可愛かったよね、あれね。そう、メイクさんが天才だったっていう。まさに特別スペシャルデイだった。今日もリボンついて、こっちも可愛くない？これ
最近でも三つ編みよくするんだよね。楽なんと言っても楽。マジで可愛い、マジで可愛い。付き合いたい、あわよくば結婚したい。あモテ期かあれモテ期か私これ、もしやピンクとかリボンとか女の子らしいものが本当に似合う私。嬉しいです、ありがとうございます。わモテ期か、そっか、つらいなモテ期もそれで言ったらね、ちゅう確かにモテ期来ないかな、すっごいイケメンから告白されないかな。リカちゃん僕と一緒に逃げようって、すっごいイケメンから、すっごいお金持ちからもうアイドルはやめて俺と一緒に逃げよう。言ってくれないかな。それで凍りついた心には太陽って流れ始め駆け落ち影山さんだか駆け落ちてみたくない。女は一回ぐらいは、女という生き物は一回ぐらい駆け落ちてみたいよね。どうみんな。映画見たい。ほら。ほら。一回は駆け落ちてみたいんだよ。やっぱり好きな人にちゃん付けがいいタイプか。どういうこと？私のことってこと？リカちゃんって呼ばれるかどうかってこと？私？それちょっと恥ずかしいから内緒にしとこう。私がなんて呼ばれたいかでしょ？恥ずかしいから内緒にしとこう。恥ずかしいじゃん、だってなんかさ呼び捨てかちゃん付けか。それはだってね、それはだってほら人によるよ、人に人によるだってね恥ずかしいよ、だって好きな人だって言われる、だってねえ恥ずかしくない、なんかひ人による意外にこういう人間性弱い弱いよマジで。もうこういうのちょっと恥ずかしくなっちゃったよ。でもさっきさらっとリカちゃんってやめ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 て、えぐってこないでやめてよ、なんかすごいなんかやめてよなんでそういうこと言うの。静かに、はいはいはい、もう終わります。7位がそらちんさん、6位が小野さん、5位が茶太郎さん、4位がゴーちゃん、3位がほっかさん、2位がおまめさん、1位が堀向さんでーす。ありがとうございます。なんか別になんかいいから、別にリカちゃんって呼ばれたいわけじゃないから、
何なの？は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 ？別に違うし、は？やめて、リカちゃんって呼ばれたいとか思ってるって思わないで。うざい。は？やめて、静かにして。は？うざい、うざい。は？は？は？何？は？